回という形になってしまったんですけど、次回はどうしたらいいかとかもっと考えていたら行動したいと思います。まだだけ人が来なくてもずっと笑顔で、もすごい辛くても笑顔でやってるし、だから最初の時期とかもすごいずっと笑顔ができなくて、真顔しかできなくて、毎回真顔キャラとか言われたんですけど、やっぱり黄色とか入って王道アイドルやっていくとか言われて、こういうのじゃダメなんだなと思って、毎回毎回あの人が来なくてもライブでレース送ったり、レースを送っても頑張って笑顔とかそういうのを作ろうと思って、頑張ってます。はい。その中で自分ができることって言ったら、ファンの人の思いを大切にすることと、裏切らないよう なんかいつ誰に見られても大丈夫な感じで見られるように、それだけはきっちり守っていくのは、なんか守っていこうっていう、行かなきゃいけないっていうのはすごい覚悟しているっていうところかなって思います。今やっぱりこういった話を全部聞いてて、この中までやっていきたいっていうのが今思った覚悟ではあります。いろいろ思うことあったんですけど、でも私はもう本当に心の中から、あのクレドでも言ってるように、皆さんのいいとこだけをしっかりっていうか、まあ、すごい見てて、なんか本当に皆さん一人一人尊敬していて、でスタッフさんとかも、もう本当に本当にあの本当に感謝ばっかりあるので、そのこの今の気持ちがぶれないっていうのが私の覚悟であるので、そのこの今の気持ちを引き続き貫き通して目標を達成したいと思います。すいません。私も反対にずっと通っていて、で福島でもなんか少しでもその環境に近いようなところでやりたくて、いろいろ自分でやっていたんですけど、初めのうちはすごいソース感で周りの環境から、で本当にギリギリの時間まで、なんか両親からもそんなに応援されてなくて、でも自分でやりたいって思った夢で、ここまで賞を受けて合格させていただいたので、短大に行って資格はあって、なんか町もちっちゃいから、なんかこの資格あるんだったらうち来てくださいとかって言われたりしたんですけど、私がやりたいのはそういうんじゃなくて、アイドルだったので、なんかどれだけ応援されなくても、少しの人しか応援してもらえなくても、今を頑張っていくっていうのが私の覚悟です。